皆さんからの質問に答えます。じゃあ、まあ私がね知ってるあのボクサーのことなら言えるんですけど、知らないボクサーの質問もあるんで、その辺はちょっと飛ばしていいですか、ね、知ってるボクサーの話をさせていただきます。もちろんなります。もう今は昔と違って、まあ、昔もねあのマイク・タイソンやモハメド・アリさんというのはもう何十億も、ね稼いだ人たちです。一試合、モハメド・アリさんは38億と、まあ、推定ですけどね、38億とか、マイク・タイソンが40億とか一試合ですよもらったっていうね話は聞いてます。そういう意味では何度も何度も防衛してるから、まあ、100億以上は貯まったんじゃないですかね。モハメド・アリさんの場合は毎日60人ぐらいの信者を連れて大型バス3台に毎日朝昼晩食べさせながら、ね、生活をしてたっていうぐらいだから、まあ38億もらってもあっという間になくなってまたカムバック、3回カムバックしたって言ってますから、それだけ、まあ、日常生活でお金を使ったんですけど、それだけの人たちを食べさせるぐらいのファイトマネーをもらったんですね、うん、だからボクシングの世界チャンピオンは特に人気出ると半端じゃないですね。まして今はもうギャンブルとか やりますから、まあ、昔もあったかは分かりませんけども、ギャンブルをやるからギャンブル量がまたすごいんですよ。だから世界で一番ファイトマネーもらった、まあ、ボクサーでもそう一番だし、プロスポーツの世界でも一番になってるメイウェザーという選手はパッキャオという、ね、6階級制覇、パッキャオが6階級制覇で、すごい前人未到の6階級制覇ですよ。そのチャンピオンに対する今度は5階級無敗制覇、パッキャオは何回か負けてますけども、その5階級無敗のメイウェザーとやったこの試合が、メイウェザーが300億、そして日本円でね300億、そしてパッキャオが150億って言われてますから、それプラスギャンブル料が入ってきますから、こっちが主役ですから、チャンピオンですから権利持ってます。ギャンブルの海外でかける、世界中からかけれるねギャンブル料の権利を持ってます。それでまたプラス200億もらってますから、あの試合で500億もらったっていう話を聞いてます。それだけボクシングはビジネスとしては最高なんですよね。世界では言えばね、日本は今ちょっとこれですけども、最初の頃はこうですよ。初代世界チャンピオンが今でいう1試合15億もらってたわけですから、白井義雄先生がね。そういう意味ではボクシングはすごい事業になるんですよ。すごいお金になるんですよね、はい、昔からねあの調べてほしいとか TBS に、ね、問い合わせたら曲名はわからないんですよね。これだから作った人は曲名を入れないでオリジナルで作ったのかもしれないですよね。これ未だに誰もわからないですよ。 TBS に僕が聞いてもわからない、運動部にストップスポーツ部に聞いてもわからなかったんですよ。僕も一度調べました。それでもわからなかった。すいません。歴代チャンピオンでガッツ石松さんの話をしてほしいと。いやいや、もちろんしようと思ってます。違う人がどん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 入ってきただけで、ちゃんとやりますよ。はい。いや、私が現役チャンピオンだったらいくらでもやりますよ。ただ、もう引退して35年経ちますから、いや、殺されますよ。あんなパンチもらったら今死にますよ。大変ですよ。もう私も今年60ですから、還暦ですから、あんな現役チャンピオンで、バリバリのスーパーチャンピオンの、ね、井上チャンピオンのあんなハードパンチもらったら、もう頭おかしくなって、これ以上おかしくなって、へーって名前書けなくなっちゃうよ。今でも漢字で書けない、ひらがなで書いてんだから。そうですね、あんまり事細かな練習は私はやらなかった。まあ、今いろんな、ね、世界中のトレーニング見るとすごいいろんな細かな練習もありますけども、私らの頃はもう本当にスピード、テクニック、スタミナ、まあパワーも本当は欲しかったんですけども、私らの頃は筋トレしちゃいけないっていう時代でスピードがなくなるって言って、いや本当は今でもスピードをつけられる筋トレってあるんですよ。だから本当はパワートレーニングやってるのがよかった。私がパワーあったらもう何回きも制覇したんでしょう、まあ、ないことだから言っときます。もう二度とないですからね。でも、やはり世界チャンピオンになるためには今の
選手だとやっぱりパワートレーニング、パワートレーニングしたら必ずスピードトレーニングで、このスピードトレーニングも全部できるのはスタミナが必要なんで、スタミナトレーニング、ね、これにトレーナーが教えてくれたり、自分で世界戦見たり、いろんな人の練習法を研究しながらのテクニックをプラス、これ全部一生懸命やってれば運がついてきます、ね、そういう意味ではこの5つ、この4つを一生懸命世界戦の前にもね、ぎっしりと濃厚にやります。例えば15キロ20キロ走るのに、ね、1時間半かけて走ってたのがこれを1時間で走るだとか、50分で走るとか45分でとか、であとはその中にまた走り終えた後に、100メーターダッシュを、ね、20本30本やるとかね、まあそういう詰めた練習をやりますよね。であとアップダウンのきついとこ行ってね、伊豆の赤い浜草原って、昔僕らキャンプ行ったんですけど、どこまで走るんですかってずっと向こうに山見える、いやあれを往復してくる、っていう驚きましたよ、びっくりしましたよ。でもそれを僕ら毎日やったんですからね、10日間毎日、いやきつかったな。僕が最後の1キロはもう毎回涙が出てね、勝手に涙が出るんですよ、苦しすぎて。なんでこんな苦しい練習やるんだ、でも勝ちたいからやらなきゃなってやるんですけども、苦しすぎて勝手に涙がボン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 出る。これ10日間を10日間、まあ間に1日休みありますから、5日間、4日間ぐらいやるんですよね。きつかった。本当に毎日泣いてました。勝手に涙が出るんですよ。めーめーって泣くわけじゃないけど、苦しくて、くそー絶対負けるから一番でかいってくるって、もう勝手に涙がね。それぐらい苦しい練習でしたね。それぐらい苦しさの中で苦しみを苦しみ抜いて勝ち取るんですよ、勝利は。そうではないと楽な練習を毎日やってれば勝利にはつながりません。勝利にはやっぱりみんな苦しい練習、泣くような練習ね、やって初めて強くなる、世界一を取れる。すごいと思ったのは渡辺二郎さん、スーパーバンタム級、今でいうスーパーフライ級の WBA、WBC の統一チャンピオンだったんです。日本で最初の統一チャンピオン、この人は憲法で、世界のね、4位、同じクラスだったら絶対負けないってスーパーフライ級に来てね、世界チャンピオンになったんですけど、この人は私よりすごいなと思ったのは、私は泣く練習をしたって言ったんですよね、二郎さんと2人で喋ってる時に。どんな練習をしたんですかっていう話からね、したら私は泣くような練習しましたって言ったけど、二郎さんは、渡辺二郎さんは、俺は死ぬかと思うぐらい練習したって言った時に、おお、統一チャンピオンは違うなと思いましたよ。それぐらい練習したらしいですよ。それぐらいならないと、それぐらいの苦しい練習やらないと世界チャンピオンにもならないし、スーパーチャンピオンにはなれない、ね、死ぬかと思うぐらい、これはなかなか聞けないですよ。ああ、僕はびっくりした。今まで、ね、聞いた中でそんなすごい人はいなかった。ああ、だからそこまでいかなくても泣くぐらいやった人は何人かいるでしょうけど、そこに才能がついてたからスーパーになった、スーパーチャンピオンになった人もいるけども、渡辺二郎さんね、憲法で世界ランカー4位になりながら、ね、同じクラスに降りてきて世界チャンピオンになった、その人がですよ、死ぬかと思うぐらい練習したっていうのは、これすごいでしょ。いや、世界チャンピオンがそこまで言うんだから、相当やったと思いますよ、まあ、その結果は出してますからね、じゃあ渡辺二郎さんの話はまたおいおいね、今軽く触れましたけど、また、別なとこで歴代チャンピオンとしてお話しします。じゃあそれもまた今度歴代チャンピオンの中に入れてもらって話しますよ、はい、そうですね、ぶっ飛ばそうというか、具志堅さんの、まあ、僕のボクシングのきっかけが具志堅さんの試合を見て、それですごいチャンピオンだなと思ったら、同じぐらいの体格だっていう、たまたま一緒に見てたよその学校のボクシング部のワルの仲間がそうやって教えてくれたんですよ。そして僕その頃トップかったから、小さくてもでかいやつとかも何人もかかっていったらやってね、強いっていう評判だったんで、自分でも自信あったんで、え、俺より強いやつが同じ体格でこの世にいるのかみたいので、うぬぼれていた頃ですから、よし、じゃあ俺が倒しに行くで始まったのがボクシングですよ、はい。
そう、これ知らないでね、あちこち探したんですよ。最初は神奈川新町に姉か兄貴がいていろいろ探して、そして、まあ、当時まだ今みたいに老けてなくてね、可愛い顔してたんで、ジャニーズ系の顔してたんで17歳だったんですけど、14歳ぐらいしか見えない。でどこもアルバイト雇ってくれなくて、1時間半ぐらい足を伸ばした新宿で、あのバイトが見つかったんですね。19歳と嘘ついて入って、それでたまたま一番近いジムを探したら競泳ボクシングジム、ああここ一番近いわ、新宿から隣の駅に代々木に競泳ボクシングジムがあったんですけど、電車からも見える、あここ近い近いって行ったら、たまたま行ったら具志堅さんのパネルも貼ってあったんですよ。え、具志堅さんがいるジム、おお面白い、毎日顔を見て勝負できるのかと。僕は同門でも世界タイトルだったら戦えると思ったんですね。これ新人王では戦えるらしいんですけど、世界タイトルとか日本タイトルとか大きいタイトルでは戦えないんですよ、同門同士は。これを2年経ってから分かった。いかにボクシングで練習だけに費やした日々だったっていうね、はい、そんなもう他のことは関係考えないで頑張ってたっていう日々ですよ、当時はね、うん。あ、その夢を切り替えたのはね、ぴったり合いましたけどね、はい。まあ、それは具志堅さんが僕を強くしてくれたっていうことですよね。まだこのお話はおいおいと、はい、話します。まあもう本当ね、時代で全然違うんですよ。まあ今のボクサーは世界チャンピオンになりたいっていう名誉で結構追っかけてきますよね、夢を追っかけてくる。でもファイティングの原さんの頃はもう家族が食べていくのが大変、稼ぐのが大変、生活が大変っていう意味で俺の手で、まあ、オバマさんもそうだったんですけど、俺の手で家族を食べさすんだ、まあ、そういう意味でボクシングという儲かる、世界的な儲かるような競技に入ってきたんですよね、もう稼ぎたいから入ってきたっていうのもあったんでしょうね。それが一番だったんじゃないですかね、うん。昔は特に根性ですよ、根性が一番、そのうまさよりも根性っていうのが世間では受けたんですね。でフリーノックダウン制だったんで、昔は何度倒れても向かってくる、かかってくる、立ち上がって戦う、これがかっこいいっていう、これがもう最高のボクシングの魅力だったんですよ。何度やられてもかかってくる、あいついつまで戦うんだ、すげえ根性だなって、これがみんなの心を奪っていった、これが魅力だったんですね、ボクシング。まあ、今は止めるのが早いですから、危険な死ぬ人が多くなったんで、15ラウンドから12ラウンドに下がって、それでも危険性があるんで早く止めるようになったっていう。もうだから昔のチャンピオンになったら本当に今じゃチャンピオンになれないっていう人もいたかもしれません、バタバタ言ってね。まあそれが本当の根性の戦いですけどね、フリーノック男性でも今だったらストップされてんじゃないかっていうぐらいな豪快な倒れ方をしたチャンピオンは何人もいましたよ。昔は根性、今は才能と激しい打ち合いと KO シーンですよね。これが今受けますよね。これは面白いですね。いやいや、中量級はもう昔スーパースターいっぱいいましたからね。いやー本当に見応えある、その有名チャンピオンが同じようなクラスにみんな揃ったんですよ。これがみんな戦ってくれるんですよ。今だと面白い選手がいても、まあ日本は特にそうだけど、面白い選手がいてもね、テレビ局が違うとか、この選手が負けたらジムの看板選手がいなくなるとかね、交流ができないとかっていうので、なかなか強い者同士は戦えないですよね、戦わせない、まして戦いたくないかもしれないですね。でも世界は違う。昔僕らの世界チャンピオンの頃はもうスーパースパーたちがバンバン試合した。僕らの頃も、私がチャンピオンの時にトモリさんという、今白口県スポーツジムでトレーナーもやってますけど、名トレーナーですけども、そのチャンピオンが私とやるっていうんで、次勝ったらやろうって言って、僕が勝って2度目の防衛戦か3度目の防衛戦勝ってやろうという時に負けたんですね、トモリさんは。それで戦えなかった。でもやろうという気持ちはありましたよ。やっぱりみんなに面白い試合を見てほしい、チャンピオン同士の試合を見てほしいっていうの、誰でも世界チャンピオンになったやつは俺が一番ってみんな思ってますから、
自信があるんですよね。だからやりたかった。でも今はそういうまた機会があるじゃないですか、あの WBSS みたいにね、こうチャンピオン同士が戦う、まあ、それに加えて、まあ、今日本には同じクラスのぐらいの同じクラスくらいのチャンピオンが何人もいますから、これは戦ってほしいですね。ではどんどん質問待ってます。